2022年のカタールワールドカップ W 杯で国際サッカー連盟 FIFA の国際映像に映り話題の美女として大バズりしたタレントのショーノは今年から J2 ジュビロ岩田のクラブアンバサダーを務めサッカー番組にも数多く出演しているサッカーシーンで活躍の場を広げているショーノは女性ファンが増えていることを実感しつつサッカーに関心を持ち始めているファン予備軍 の女性にもメッセージを送っている。取材、文イコールフットボールゾーン編集部、小田里氏、全4回の4回目、写真、小野が感激もののお宝グッズビニシウスのサイン入りユニアンドモンドリッチのみ使用メッセージ入りユニ。2013年には J1 セレッソー大阪を熱烈に応援する女性サポーター、セレオナ、が話題となり、 インングランド一部ブライトンの日本代表 MF 三オ薫がプレミアリーグでセンセーショナルな活躍を見せたことで、三マ女子というワードも広まるなど、近年は女性のファンサポーターが着実に増えている。ショーノは最近、スタジアムにも女性ファンが増えたと思います。三マ女子という表現は賛否両論でしたけど、私は賛成派。ヤマハスタジアムだと、古川女子。 所属2年目の MF 古川陽介の女性ファンが増えています。古川くんかわい、みたいな、笑。どんどんイケメンの選手を探してスタジアムに来てほしいです、と、一つのサッカーの楽しみを提案する。女の子が入りやすいといえば、かっこいいサッカー選手を応援してみること。私も入りは、元日本代表 MF、福西、高志、さんで、お母さんが、かっこいい。 とキャーキャー言っていて、私も好きになったので、笑。でも、かっこいいから入って、もう何十年もサッカーが好きなので、全然問題ないと思います。私はジュビロ岩田だとリカルドグラッサ選手が好きですけど、ちょい悪系好きだと松原、こう、選手のファンも多いです。でも、山田、広樹選手はかっこいい上に人格者だし、一番パーフェクト。大津、結城、選手もいるし、 ジュビロ・磐田はイケメンが多くておすすめチームです。ジュビロ・磐田以外は移籍した選手がいるチームとか、例えば浦和レッズ対川崎フロンターレのような注目カードは見たりします。横浜 F、マリノスの宮市、両、選手は好きですよ。学生時代、アーセナルに行ったとすごく盛り上がりましたから。